こんにちは、たくみクラフトと申します。今日はエレクトロハーモニクスのピッチフォークのレビューをしてみたいと思います。早速クリーントーンです。オンにしてみます。こんな感じで、ハーモニーを付加してくれるピッチシフターというエフェクターになります。コントロールは割とシンプルで、まずブレンドのつまみ、こちらのつまみですね。こちらがエフェクト音と、ドライ音のミックス量のバランスの調整になっています。そしてこのシフトっていうつまみでピッチシフトの量を調整します。そしてここの、真ん中のトグルスイッチでですね、上にすると、上ハモリ、この上にシフトするっていう感じですね、ピッチを。で、真ん中のデュアルっていうのが上と下両方の音が、出力されて、原音と合わせて3ボイスになります。そして、この下の方向にすると、ピッチが、下がる方向にシフトするっていうことになります。そして真ん中のこのラッチというスイッチなんですが、これはちょっと後で説明しますが、簡単に説明すると、このエフェクトのオンオフを、エフェクトをスイッチを踏んでる間だけエフェクトをオンにするのか、それとも普通のエフェクターのように、このスイッチを踏むためにオンオフを切り替えるかっていうのを設定できるスイッチになります。はい、それではまずピッチ、このブレンドのつまみはまあいいと思うんですけど、左に回し切ると、原音のみになります。そして、一番、12時の状態で1対1、そして一番右に回し切りで、これでエフェクト音のみになるという感じです。はい、それではピッチシフト、シフトのつまみの方を見ていきたいと思うんですが、まず一番左のこの D というのがデチューンモードで、ピッチをわずかにずらした音を付加することによってコーラスのような効果が得られるモードです。はい、そしてこれが、マイナーセカンド、上にしておきますが、マイナーセカンドを上にシフトします。まあこれ完全に不協和音になってしまいますが、後でちょっと効果的な使い方を紹介したいと思います。次はメジャーセカンド、これも完全に不協和音にはなります。次メジャーサード、次がパーフェクトフォース、次パーフェクトフィフス、次メジャーシックス、次がマイナーセブンス、そしてオクターブ、1オクターブ上ですね、これは。そして2オクターブ上、そして3オクターブ上、
ここの真ん中のトグルスイッチを下方向にすると、シフト量が、下側に切り替わるので、次このモードだと3オクターブ下になります。これで2オクターブ下。これ1オクターブ下。まあこんな感じで、それぞれのやつが、下にピッチがずれることになります。そしてこれを真ん中のデュアルというモードにすると、1オクターブ上と1オクターブ下が同時に出ます。こんな感じの3ボイスになりますね。例えばパーフェクトフィフスなんかで3ボイスにすると、こんな感じで厚みのあるモードに、モードというか音にすることができます。はい。そしてここのモードなんですが、これを上げた状態にすると、スイッチを押してる間のみピッチがシフトします。なので例えば1オクターブ上に上がるように設定をしておいてですね、そして例えばこう鳴らして押してあげると、こう押した時だけピッチがワーミーを踏み込んだ時みたいにこんな感じでシフトさせることができます。なので飛び道具的に、ワーミー的に使いたい場合はブレンドをマックス、エフェクト音のみにしてあげておいて、ここのスイッチをラッチモードにする、あ、ラッチモードではない、アンラッチ、モーメンタリーモードですね、アンラッチモードにしてあげることによって、飛び道具的に、フレーズの最後だけ音を上げるとか、そういうことができます。これ2オクターブ上に。こんな感じですね。デュアルモードにしても、原音から、1オクターブ上と1オクターブ下の音が踏んでる間だけ、ピッチがシフトするっていう感じに使えます。で、先ほど紹介したこのマイナーセカンドとかメジャーセカンドみたいな、この、ブレンドで混ぜると、原音と混ぜると不協和音になってしまうようなものもですね、まあこれデュアルモードだと、まあもちろん不協和音になるので、こんな感じで連続で踏むことで、連続で踏んであげることでビブラートをかけてるみたいな使い方、一音とそれぞれ一音と半音になるに当たるので、こんな感じで1音だけ上げるみたいな感じの使い方にしてあげると、まあこのメジャーセカンドやマイナーセカンドのピッチシフトも使えるのかなというふうに思います。はい。それでは次、ちょっとエクスプレッションペダルをつないだ場合を紹介してみたいと思います。はい。エクスプレッションペダルをつないでみました。エクスプレッションペダルをつなぐことによって、ピッチシフト量をエクスプレッションペダルで、変化させることができます。そしてエクスプレッションペダルを一番先、先端、つま先側に踏み込んだ時のシフト量を、ここのシフトのつまみで設定することになります。なので今、1オクターブに1オクターブ上ですね、上に設定しているので、エクスプレッションペダルをマックス踏み込んだ時に1オクターブ上にシフトするというふうになります。
こんな感じですね。これを、1オクターブ、下などに設定すると、踏み込んだ時にピッチが1オクターブ下まで下がると、2オクターブ上とすると、踏み込んだ時に2オクターブ上まで変化させることができます。なのでこれこそ本当にワーミーのように、ブレンドノブを一番右にしてエフェクト音のみにしておくことで、ワーミーのように使うことができます。はい、それでは今日はエレクトロハーモニクスのピッチフォークのレビューでした。よろしければチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。以上、たくみクラフトでした。